Hello everyone, I'm Mika Kobayashi. ステージに上がる前は、ストレッチをしたり、あとあったかい紅茶に蜂蜜を入れて飲んだりしています。日本のファンと東南アジアのファンとの違いは、東南アジアのファンの方たちの方が、反応が早いというか、ステージに出た時にすぐにわーっと盛り上がってくださる感じがあって、日本人はショーが終わってからわーっと来るという、その速度の違いがありますね。皆さんこんにちは、小林美香です。私は普段は日本で活動しているんですけれども、呼ばれればどこへでも歌いに行きますので、皆様とどこかの会場でお会いできることを楽しみにしております。これからも応援よろしくお願いします。